はい、どうもジョージです。今日は過去に紹介したスマートバンドの Xiaomi Mi Band 5と Huawei Band 4の耐水性について実験していきたいと思います。この2つのスマートバンドを紹介した時にコメントで、スイミングモードがあるのに防水性がないってどういうことなんだろうっていうことと、もう一つ防水機能の紹介で海や風呂での使用をお勧めしないと言っていましたが、公式で水泳やサーフィンでも使用可能とあったと思うのですが、そのような用途では故障の危険があるということですかというコメントをいただきました。というのも僕が動画の中で水の中でジャブジャブ使うのをやめた方がいいと言ったから、そこに反応してくださったんだと思うんですけど、確かに Mi Band 5ではプールスイミング時のデータ分析とかもできるので、まあ、公式がジャブジャブつけていいって言っているのに、なぜダメなのという意見も、まあ、よくわかります。僕はあくまでもこの GoATM という規格を調べたら、水仕事はいいけど水につけての使用はダメだよって書いてある記事もありますし、水泳くらいなら問題ないっていう記事もあったりとか、結構こういろんな書き方されているので、それだったら壊れるのは嫌なので、まあ、少しでも不安があるのであれば水にジャブジャブつけない方がいいんじゃないかなと思って、動画の中では、水につけない方がいいですというふうに、案内させていただきました。まあ、ただこのチャンネルでは視聴者の方の疑問に思っていることを解決していくっていうのも、まあ、レビュアーの一つの役目かなというふうに思いますので、今日はその Xiaomi の Mi Band 5とファーウェイのバンド4を実際にお風呂の中につけて、5時間放置したらどうなるかという検証をしていきたいと思います。はい、こんな形で、重りに、こっちが Mi Band 5、こっちがファーウェイバンド4になっております。重りにつけたこの2つのスマートバンドを水深約30センチのお風呂の水の中につけて、5時間放置したらどうなるかを検証していきたいと思います。それでは左が Xiaomi Mi Band 5、右が Huawei Band 4、こちらを水の中につけていきたいと思います。はい、このように電源が入っている状態で水の中につけていきたいと思います。はい、それではつけていきます。はい、このように水中でも電源が入っていることが確認できます。このまま状態で5時間ほど置いていきたいと思います。それでは5時間タイマーをセットします。はい、それでは5時間後ということでしたが、ちょっと家族の都合上4時間しか今経ってませんが、今回はこの4時間で調査結果という形で、まずは水から上げていきたいと思います。さて、はい、すでに Xiaomi Mi Band 5の方は、電源ついておりますが、はい、ちょっと分かりづらいですけど、左 Xiaomi Mi Band 5、右側が Huawei Band 4になります。どちらも、タッチパネルちょっと水がついていて、反応は少し悪いんですが、どちらも電源がついており反応もしますので、約4時間水深30センチから40センチぐらいのお風呂の中につけておりましたが、水没することなく現状電源はついております。はい、いかがでしたでしょうか。今回こちら Xiaomi の Mi Band 5と Huawei の Band 4をお風呂の中につけてみて、水没しないかどうか確かめてみました。結果、水没せずに電源も全然入っておりますので、以前この比較動画でも話しておりました、水の中でジャブジャブ使うっていうのをやめた方がいいっていうのは、今回の自分で検証してみて、水の中でも十分使えるなというのが分かりましたので、これからは水泳だったりとかアクティビティでどんどんこのスマートバンドを使っていこうというふうに僕自身も
結果を見て変わりましたので、動画で間違った情報といいますか、皆さんに本来思い切って水の中で使っていただけるものなのに、皆さんに少し躊躇させるような発信になってしまい申し訳ございませんでした。以後 GoATM だったりとか防水防塵の企画っていうのは、スペックによってはあると思うんですが、こういった検証も踏まえながら本当に企画というのが正しいのかどうかっていう検証も合わせてしていければより皆さんの参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、これからも動画のご視聴をよろしくお願いします。はい、ということで本日はご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 SNS 等のフォローも概要欄に載せてますのでチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。